皆さんこんにちは、キスケです。今回はですね、久々に変身悟空ブラックを使っていこうと思うんですが、フラグメントをご覧ください。まず一番新しいフラグメントですね。未来かつグリーンに装備できるということで、しっかりと条件を満たしていると。これによって打撃攻撃力と防御力をしっかり底上げしてくれる、優秀なフラグメントですよね。でこれ、はい、その身に刻め込めナンバーワン、このフラグメントがね、ぶっ壊れてると思うんですよね。打撃攻撃 17%、 打撃攻撃 21.4% で、スロット3、必殺 9%、 究極 10%、 体力非回復量 10% ということで、この変身悟空ブラックは究極アーツないんで、そこちょっと無駄やなとは思うんですけど、これ一応悟空ブラックに装備できるフラグメントでございます。はい、ここまでしたら、過去のね、超ぶっ壊れていたキャラクターですよ、今の環境でも使えるんちゃうかなということで、早速この編成で戦っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきます。シーズン始まっての初の対戦なんですが、初の対戦が結構ネタ寄りなパーティーっていうのはいかがなもんかねとは思うんですが、見てください、相手のパーティー紫いないですよ。めちゃくちゃ活躍するね。先手で出していこう。でこうかなこれはね、注意しないといけない。いやいや、変身悟空ブラックじゃなくてザマスとか17号18号ゲーやんけ。そうならないようにちょっと活躍させていこう。対戦お願いします。相手はね、ウルトラカマロゼ使ってますよ、意気揚々と。ただ元祖グリーンの悟空ブラック最強は俺なんだよっていうところを見せていきたい。さあお願いします。フラグメントでここまで変わるんだよっていうところをね、ちょっと見していきたいね。うまくね、危ね怖っ。 OK、 これは仕方ないよねこれは仕方ないよね。キャラチェンしてもバニシングないからね。お、まさかのキャラチェン。なぜなぜ巡り合うのかを、はい、これが真の力。かっけえな。どうだ、美しいだろこの色。これでも暗いな。はいこれはね、相手ガンマチだったんでしょうがないですね。はい、バカめそうやすやすとはしないよ。これ悟空ブラックのさ、回避のモーションかっこよすぎひん？くるって回るやつ超かっこいいんやけど。これかっこよすぎません？マジで全然攻めてこうへんやん。どないしたん？マジで。 OK、 びっくりした今。いやー、だるいな。全然攻めてこんぞ相手マジで。 OK、 バニシング回復しとったんや。だるいな、全然攻めてこないマジで。超ビビってる変身ブラックに超ビビってるわ。いつのキャラクターか知ってます？皆さん、俺も忘れちゃったけど、とんでもなく古いキャラクターっすよ。ビビりすぎじゃねマジで。はい、いやー、だるいな。究極アーツ、ありがたいけどさ、すげえ簡単に使ってくれるね。これはね、試合後半が楽しみっすよ。うん、 OK、 悪くないよはい、 OK、 いやちょっとミスったかも。でも特殊アーツで見よう。避けてないかな。 OK、 ナイス、悪くないよ。いや火力も悪くないんじゃねこれ。火力、打撃アーツの攻撃が結構フラグメント的にはメインになってくるんやけど、悪くないよね。悪くない、タックルも使ってこない。はい、攻めないなら攻めないでいっか。俺も攻めんとこ、意地悪しちゃおう。
二連回避しそうやけど。オッケー。いやーもう前ダッシュ。マジゴミ。オッケー。頼んますよマジで。ロゼで殴ります。徳しかはチェックすぎやろ。マジですげえくんな特殊カバチェン超出してくるやん。通常で返して、はい、どうする、入んのかい、 OK 外すか、よし、さすがにね。あー手札破棄使われる、いやー泥足ないんだよな。つれえなそれ。あざすー、いいよ、悟空ブラック活躍してるよ、頑張って。 OK 通常ナイス、いい回避です、悪くないやんマジで。これはライジングでいいや。あざした。さあマッチングしましたということで、まあね、そう簡単に悟空ブラックが活躍できるパーティーが来るとは思ってませんよ。こういうパーティーにもちゃんと勝っていけるようなちょっと立ち回りをしていきたいね。対戦お願いします。特殊圧がある、悪くない。 OK、 あーなるほど、バニシング居残り勢か。なんだなんだ。 OK、いや悪くないよ。シュー、ナイス、悪くはない、変身しよう。いやここでコンボ取れればでかい。いや即発。オッケー、戦術なしね。上等です、死なない、あざす、外します。オッケー、ダーン。あーこれ打撃圧入れてから特殊やね。はい、ダーン、ナイス特殊、悪くない。ドラゴンボールがね全然たまんないんだよな。オッケー、即発だよな。さよなら。悟空ブラック、お前の勇姿は忘れない、マジでマジで頑張ってくれた、ありがとう。1試合目はマジでね助かりましたよ。はい、シュー、あざす、時飛ばしちょっと見とったんかな。いやーこれはねガチしんどい体験、対戦ガチガチにしんどい。さあどうする、おい死んでまうぞおめえよ。死んじまうぞてめえ、おい、あざす、いいです、オッケー。これこのまま削れないよな、さすがにライジング温存できれば嬉しいんやけど、まあ泥足ダウン入ってるからねしょうがない。さあどうぜ、敵は撃ったぞ。相手のレアリティの高いロゼを落としたぞ。もうこれで俺は安らかに眠れるでしょう。この対決負けそうだ。オッケー、はい、さあどうする、入る、ありがてー、ドン。この試合さすがにまだ分からんね、そう考えるとまだ分からん。これはさすがに火力出る方で殴ろう。あでも手札破棄されちゃうんか、で帰ってくるの早いで、いや防げないよそれ。痛い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 、めちゃくちゃ痛い、どちゃくそ痛い。通常で返して、はい、 OK、 あータイミング悪い。いやこれ必殺技かぶせることできれば勝てるんやけど、
厳しいよな。結構なんか打撃圧で待ってくるタイプっぽいんで、はい、必殺技殴りましたさよなら。ほら必殺技ワンパン圏内に外れてしまいましたOK、ソルバーン合わせて OK、 ナイス、やることなしあ、でもこれ2回目か。必殺圧引っ張ってない可能性が高いんじゃないか。よし、これはうまい。ダーン、逃げてみんしゃい。マジな話、ロゼはどこ行ったんだおい、みんなロゼの存在忘れてないよな。大丈夫っすよね、みんなの心の中に生き続けるみたいな、そういうことじゃないっすよ。これで落ちろ、よしロゼ。さあマッチングしましたということで、いやさっきの試合はロゼがね不甲斐ないところを見せてしまって、いや申し訳ないなとは思うんですが、ここでちょっと挽回しようここで挽回させてもらいます。頑張れロゼ、お前いつもなんだそれはなんだそれは俺の知らない戦術が今流行ってんのか、もしかして開幕必殺アーツ、たまんねえぜマジで。はい、ユニークゲージ速攻なくしていく、あざす。いや悪くないよ、頑張れろぜ、頑張ってくれマジで。これはちょっと出てくるよねなんだそれさすがロゼ、これが力。さあマッチングしましたということで、対戦やっていきましょう、お願いします。いやーなんかねちょっと頑張ってほしいね。1試合目はねかなり活躍してくれたかなって思うんですけど、まあ2試合目と3試合目はね、ちょっと3試合目に至ってはもう何が何だか新しい戦術見れて俺はハッピーですけどね。開幕近距離必殺アース、あれは新しいマジで。対戦お願いします。サイヤ人か、おお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 お、すごいね君回避は必要ないと俺には。なるほど、遅い、出てこないのかなこれは。あ、出てこんねや、 OK、 もう一枚来ないか手札破棄、必殺ブッパー俺の知らない戦術多すぎんなマジで、怖えが超怖えマジで。この人回避しないんじゃね即圧でいいやろ多分ね。横スライドする機能がぶっ壊れてる端末を使ってると思うんですよこの人、だからしょうがないと思うんですよね。これ外すわ、めちゃくちゃ、え外れてないやん外すわ言うてそれ、マジっすか。 OK、 あ回避できるんや、びっくり。あそうなん、そうなんや、ちょっと今びっくりしすぎてアーツ押せへんかったわ、ソーリー。ちゃんと押せるやん、教えといてくれよそれ。今こそ裁きの時だ、オラ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 、グミ打ちグミ打ちゴジータブルーが帰ってくるまでにどれだけ火力を与えるかなんだよなこのゲーム、知ってました。ダーン、やべえかこれ。あでもこれで、あライジング、あラッキー、カバチェン出してくれるのが功を成したわ、サンキューメン。あーメイン封じられてる、最悪、もうちょっとやらかしたわ、耐えろ。回避が壊れてる端末じゃなかったね相手、へえ。その身で味わえ、悪くないよ、頑張れマジで。ロゼナイス、ロゼ頑張れ、ライジングでいいんじゃないか。いやいけるっしょ、どうよおめえ、いつもちげえぞ変身ロゼ、変身ロゼのいつもを忘れてしまったけど、
よし、いけるいける、落とせ落とせ、頑張れ。いや、いけるやろさすがに。これはこれで落ちひんかったら嘘っすよね。よし、素晴らしい、ナイスローゼ。よくよく考えたら相手のパーティーにあれがなかったね、踏ん張りやら復活やら。避けたやろこれ。よしよかった。さあ、気が緩んでいるぞ。必殺技ブッパー、イカチーロ、いかつすぎませんマジで。 OK、 回避できるやん君。できないかと思っちゃったよ。決める、これは削り切れるでしょうおそらく。はい、少し遊んであげようか。ロゼで、ロゼを滅ぼせ頑張れ。おお、落ちひんのかこれマジかよ、最悪、ビッチョンチョンなんだが。よしあざした。はい、皆さんお疲れ様でした。ということでいかがだったでしょうか、変身悟空ブラック。まあ悪くはなかったね。うん、ぼちぼち火力も出とったし、ちゃんと。まあ、そう考えるとやっぱこいつが実装した時期っておかしかったんだなって思うわとんでもない時期にこういうキャラクター実装されたよね。まあ今思い返せばこいつからインフレが始まったんじゃないかっていうレベルでぶっ壊れとったんで、まあ、懐かしい気持ちになれましたね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。